M109-155mm 自走榴弾砲はアメリカ合衆国が開発した自走砲。専用に開発された車体と 155mm トル榴弾砲を装備した旋回式砲塔を持つ。M44-155mm 自走榴弾砲の後継車両として第二次世界大戦後第二世代の自走砲となった。M109A62 のみパラディンという愛称がある。 1962年から生産が行われ、アメリカ陸軍と海兵隊向けが合わせて約2000両が生産された。手法を新型に換装するなどの改良型に加え、さらなる近代化改修が行われ、シリーズの生産累計は約1万両と言われている。1998年には M109 の後継となる XM2001、クルセーダーの開発が始まったが、 高額なのと50トンに及ぶ大重量のため2002年に開発が中止された。そのため、当面 M109 が現場で使われると思われる。アメリカ以外にもドイツ連邦軍やイスラエル国防軍など西側諸国で広く採用されたが、1980年代以降、イギリス製の AS-90 やドイツ製の PZH-2000、 韓国製の k q などの新型自走榴弾砲に更新されて、蓄次退役しつつある。出展、一の下鷹を 155mm 自走榴弾砲、M109A5。2011年8月17日閲覧。初言作動機構性能砲弾、創薬 M109 の採用国。青は、現在の採用国。赤は、かつての採用国ノルウェー陸軍の M109A3。 GNM、MM、M109A5 スイス陸軍の M109 コエスト2006年撮影イスラエル国防軍の M109 銅2011年2月撮影ありがとうございます